あとほらあれ、なんだっけ、クレジット クレジットの、過払い金請求。ああ、はいはいはい。今さ、電車の釣り革広告とかさ、多いっすよね、雑誌の広告とかさ、はいはいはい、全部取り立てますみたいな弁護士事務所が出てるでしょ。はいはいはい。世も末だなと思うよ、俺。弁護士がそうやって稼ぎ出したら。どういうことみたいな。まあでも結局なんか弁護士だろうとなんだろうとみんなお金に対しては従順なんだなっていう、うん、でもさ特捜部はさそういう意味で言うとオールマイティだから、うん、やっぱりさなんか不正があったとしても中にね、うん、そういうの牽制できないわけよ誰も。はい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 、はい、うん、政治家もさみんななんかさそういう献金とかでなんかやましいところみんなあるから、はいはい、追及したりしないじゃん。みんな正義の味方だと思ってんじゃん、はいはい、まあ確かに、うん、キムタクみたいなそこまで考えてるんですかね。だからキムタクって検事役やったよね、ヒーローですよね、うん、見ました。まあ、僕は見てないから。あれ見たらさ、もう検事さんってあ、まあ、キムタク並みかっこいいみたいな。実際かっこいい人っていました？いねえよそんなのどれぐらいの年齢の人なんですか、東京地検特捜部って。30歳ぐらいから40歳、俺が会ったのがね、34、いねえよとか言ったら怒っちゃうからわかんない。俺が会ったことがあるのは、別になんか普通のおっちゃんっていうか。まあ、でも、法務省のエリート中のエリートですよね、一応。そうなのよ。うん。うん、だ多分その人たちが割と、蜜蜜は違うと思うぞ、まあいいや。みんな俺、プライド高いわけよ、すごい。はいはいはい。うん、まあ、東大法学部での、みたいな。いや、東大法学部はそんないないんだけど。あ、そうなんですか。うん、へぇー。そうなんだ。これは東大担当の人はね、一人は早稲田だったかな。天文部は多分早稲田だったと思う。その学歴話もするんだ、うん、でも3人目の内藤さんという人は、はい、内藤さん、東大レスリング部。へえ、もう東大教えてくんないわけよレスリング部だってはい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 、何で教えてくんねえんだろう。いつ知ったんですか？後から。いや、熊谷っていうやつもそいつに取り調べを受けてて、はいはいはい、熊谷さん。だから熊ちゃんに聞いたら、うん、いやレスリング部なんですよあの人。それはじゃあ東大レスリング部内藤で検索すると誰か引っかかるみたいな。わかんないけどさあの確かに記憶力いいっすね、堀江さん。そうかな。どうでもいいじゃないですか、そんな内藤さんが。なんか何部とか、うん、内藤さんのことは絶対俺本に書こうと思ってたからさあ、そうなんですか。覚えてるわけよ、そういうことは。すごい覚えてるわけ。へえ、印象深いっていうか。だってほら2人目の名前覚えてないでしょ僕。はいはいはい。3人取り調べ受けて、はいはい、2人もムカついたやつ覚えてないっけ、名前を。はいはいはい、確かに、うん。内藤さんはまあ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 話もしてくれたし、まあ、僕50分間の間でもう最初の人の名前忘れてますからね。中原さん。ああ中原さん、中原さん、はいはいはい、中原さんと内藤さんね。中原さんね、なんかいやこのあと俺出てきてからなんかどっかでなんか飲み会の席とかで中原さん会ったらどうしますとかって言ったら、うん、いやそういうことあんだよとかって。あるんだ。いや東京ではないんだけど、地方の例えば高松とかさ、はいはいはい、そういうとこ行ったらあるんだって。あ、やっぱ、はいはいはい、地方都市に行ったら狭いからね。狭いから、はい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 、やっぱこの間なんかとっつかめたやつと会っちゃったりとかしてさ、そういうのあるわけよ。あ、それ怖いっすよね、うん、いや怖くないでしょだって全然。あ、前あの裁判官の人と雑談してて、うん、普通になんか居酒屋に飲みに行くんだよねみたいな話をしてて、うん、でやっぱそれで裁判官だってバレたら、うん、周りの目って変わるじゃないですか。分かるよそりゃ。いやだから大変だなと思って。よくやってるよね。いやだからよく続けられるなと思いますけどね。俺さ、だってさ司法試験取ったらさ絶対弁護士になるよね、うん、ああ、でも辞め検の方がなんかハクつくじゃないですか。辞め検とか辞め裁判官とかつかってつかないよ。だって弁護士で一番儲かるの民事だもん。企業の、ああまあ企業についてって、はいはいはい、ワンゴでも雇ってるでしょ弁護士。あすごい金払ってんだからあれパーセンテージで取るの汚いっすよね。汚いって言うよ。だってさ、なんかあのちっちゃい会社がやる仕事でなんか50万円ぐらいでやるのが、うん、パーセンテージ取るからでっかい会社になると突然それが500万とか5000万とかになったりするじゃないですか。そうなのよ。あれわけわかんないですよね。だから企業向けの弁護士が一番儲かるわけよ、うん、でもともとやめ権っていうのは刑事弁護が得意なわけじゃん、うん、だけどさほら何見てる。いやなんかフーさんがコメント書いてるなと思ってでそれでさ掲示板の、うん、掲示弁護だいぶアルコールが掲示弁護の、あのニーズってあんまなかったわけよ、はいはいはい、だって俺が捕まるって思ってないじゃん。
ああ、まあでも有名な人って昔あんまり捕まんなかったっすよね。いやだし、いや企業の普通の一般まともに経営してる会社の社長が捕まるとか思わないじゃん。はいはい、せいぜい痴漢とかですよね、捕まって。いやだから痴漢とかじゃないから。だからヤマケンとか全然誰も雇わなかったわけ。はいはいはい、ね、せいぜい警察の OB とかさ、はい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 、そういうの雇ったけど、はいはい、だから要はニーズがなかったわけよ。はいはいはい、でも俺みたいなのと捕まえたらやばい、ビビるわけじゃん。はい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 、やべやべけん俺も雇わなきゃみたいな。おそしたらすごいニーズが増えたわけで、はい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 、それまではだってそんな美味しい仕事じゃないよ、まあ、刑事は儲かんないって言いますからね。だってほら大体さ捕まる人ってさお金がもうなくなりましたみたいな感じの人が多いわけじゃん、まあ、お金がないから犯罪を犯しますからねって思うじゃない普通は、だからあんまりないわけよそういうニーズは、だから検事になるっていうのはやっぱ相当ちょっと変わってると思うわけ俺。うーんすごくない？だってエリートだよ、まあ、うん、でしかも給料低そうですからね。給料は最初の頃は低いと思うよ。検事総長で 2,3,000 万ぐらいかな。いやでもあの裁判官、トップ裁判官とか検事とかってその人の人生を左右する仕事じゃないですか、うん、よくできるなと思って。あんな発給で俺もすげえなと思うよ。いやなんかその一人殺したら1億円とかもらえるんだったら、まあ僕も死刑とか言いますけど、そのなんか人殺すってすごいハードル高いじゃないですか、うん、なのに死刑とか言うわけじゃないですか。そうだからなんかどうせ給料月100万とかそれぐらいじゃないですか、うん、よく100万で人殺せるなと思いますけどね。もう俺も思う。でも今度あれだよ、うん、裁判員制度始まったら、うん、日当1万円で人殺さなきゃいけないんだよ。いやーでも裁判員制度ちょっときついみたい。結構きついと思うよ俺。でもちょっと出てみたい。日給1万円だよ。いやー絶対面白いですよ裁判員。2週間で俺もう出れねえもん。あ出れないんですか？だってもうほら捕まっちゃったからさ。あ1回捕まるとダメなんですか？まあ俺ぐらいのこんな感じで捕まっちゃうともう無理ね。あ、そういうもんなんですか。そう。へー。ダメなのよ。出れないのよ。残念だよ。あ、僕出たいんで募集してます。うん、募集してますって、そんな。ちゃんと。来るわけじゃないの。いやでも裁判員制度ってなんか郵便来るじゃないですか、うん、であれで、まあ、例えばじゃあなんか山田さんですっていうの山田さんに郵便が来て僕が山田って言い張り続けたらどうなんですかね。だ僕山田ですって言って裁判員制度その身分証明書とかあるんじゃない。身分証明書ないんすよって言ったらどうなんですかね。そんなありえないでしょ。いやでも免許持ってない人って多いですよ。ああそうか。でも保険証持ってんじゃないの。だってニートなんで保険証ないっす。ああでもありうるんじゃない。でもそういうことしたらいけんのかな。いや来るから大丈夫だよ。あマジで、うん、俺来ると思うよ。なんか根拠ないけど、うん、来ると思う。まあ根拠はないでしょうね。俺のだって知り合い呼ばれたらしいもんだって。え、マジっすか。うん、え、いつから始まるんですか裁判員制度。わかんねえ。俺だってもう関係ねえもん。まあ完全人ごとモードですからね。で人ごと人ごと全然関係ねえもんだって。あれって刑事事件だけなんでしたっけ。そう刑事事件でも死刑とかさそういうのだけだから。いやトラウマになるわ、うん、だって俺らの事件とかでさ裁判員裁判始まるっつうんだったらさそれは興味も出るけどさ、うん、はいはいはい、関係ねえもん俺。へアメリカとかってその起訴するかどうかも、うん、あの陪審員が決めるわけよ。あそうなんですか。そうなのよ。へ逮捕してこの罪で起訴をするかどうかも陪審員が決めるかその検察が決めるかって選べるの。へえ。選べるってうなずいてますけど、ね、大丈夫ですか。分かってないでしょ。あ分かってますか。大丈夫ですか。起訴されるっていうのはすごいことなわけよ。ふんで日本では起訴権限は検察官が独占してるから。はい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 、はい、検察官起訴独占主義っていうのがあって。ああ確かに検察が不起訴って言ったら終わりですからね。そうだから検察が恣意的に選べるわけよ。だからじゃあ、はいはい、俺を捕なんか有罪にしようと思ってと捕まえるわけじゃん周りのやつらをさ、はいはいはい、捕まえてお前はもうなんかちゃんと堀江が悪いって言ってくれるからじゃあお前不起訴にしてやるわっつったらいいわけじゃん。どうなんだろうな。でも裁判員って、うん、まあ顔見るじゃん。それ実際やられてるからね。そういうのはやってるから、うん、起訴にするしないっていうのはさ裁量で決められるわけだからさ。でもあの裁判員制度って、うん、そのなんか裁判員の人ってその法廷にいるわけじゃないですか、うん、でまあ人雇って全員顔を覚えて、うん、全員つけてったら、うん、であのちょっとこれ無罪にしてくれたら100万円払うよって言ったら、うん、結構無罪になる気がするんですけど。いやそれ違法だよ。